どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズと、はい、本日も登場です。どん。ハニーさん、こんにちは。ゲストに出てきていただきました。ということで、今日はこれ、まあ、いつも恒例になりかけていると思うんですけどね、夫婦でセッションやってまいりたいと思います。夫婦でセッションを思い返せば2020年の夏前ぐらいに始まったのかなと思うんですけど、もう結構2、30曲もやってるんで、今年1個新しく増えたコンテンツかなと思うんですけど、まあ夫婦でいつもね、リビングルームとかでこう、ジャカジャカ2人でセッションしてるんで、まあこれ YouTube でもアップロードしてみようかってことが始まったんですけど、ハモったりね、いろいろ違う聞き方でやったりとかして、もうなかなか面白いことになってるんですけど、今日またやってみようと思います。これ2020年、今日大晦日なんでね、最後の動画が夫婦セッションということで、はい、なんか音楽はやっぱりこう楽しむってこの辺をね、やっぱ最後、お届けできたら最高かなと思います。今日取り上げる曲は、せーの、涙がキラリ、スピッツのあのキュンキュンソングをこの二人で、息を合わせてやってみようと思います。さあ皆さん、ウクレレね、いいな、私もできるかな、やってみたいなという方いるかもしれません。すぐできますよ。ここにリンク貼っておきます。ウクレレに興味ある方、このリンク先に行ってもらってウクレレ触ってるだけですぐできますからね。はい。そんなわけでじゃあやってまいりましょう。で、動画内にコードとテロップを出すので、ぜひ我々と一緒にセッションしていきましょう。行ってみましょうか、うん。ちょっとドキドキしますけれどもね。うん、そしたら、行きますよ、はい。涙がキラリ、夫婦でセッション、やってみる!1、2、3、4!の大定番曲涙がキラリ、今年最後の夫婦セッション、今年最後の夫婦セッションというか今年最後のねガズレレ YouTube でアップロードになると思います。はい。で、今やった涙がキラリのレッスン動画なんですけど、以前ガズレレ YouTube でも一回取り上げてるんですけどね、ちょっとね今見ると分かりづらいんで、また来年2021年にもう一回2021年改訂版として、アップロードすると思いますけど、一応ねここにレッスン動画の貼っときますんで、涙がキラリぜひやってみてください。今ね2人で違う弾き方してたんですよね。ハニーは8ビートのチャ、僕は16ビートでちょっとカッティング入りの
たいな感じでやって、まあこれがミックスするのがまた良くて、しかもちょっとハモったりなんかしてですね、ちょっとね、さっきこっそり練習しちゃってです、よかったです、できて。はい。そんな感じでですね、2020年もですね、まあすごい年になりました。もう本当にね、今までにかつてないような、歴史的な一年だったと思うんですけど、まあ結果ね、こういう感じで、いい感じで、まあガズレルとしては終わったかなというか、最高です。ありがとうございます。やっぱ音楽があってね、僕たちに音楽があってよかったね。で、そしてやっぱいつも思うんですけど、このガズレル YouTube からこの、音楽始めたくれた方がまあ本当多くなってて嬉しいし、まあ音楽がこんなに楽しいってことを知っていただけたのが僕本当嬉しいんですよ。そしてですね、昨日も言ったんですけど、ガズレレ YouTube チャンネル、チャンネル登録者様が昨日14万人オーバー、ありがとうございます。本当嬉しいですね。本当、来年もですね、こんな感じでゆるく楽しくこのやっぱ音楽をやるということの中ね、そういうことをこうどんどんシェアしていく、もうそれしかね、それだけです、本当に。はい、笑顔を増やしみたいな感じがあると思いますけど、はい、やっていきたいと思います。今年も1年、どうも皆さんありがとうございました。はい、それでは、来年もよろしくお願いします。さよなら、バイバイ、また来年、良いお年を。